るっていう動画を作ったんですけど、じゃあ竹炭で入れたコーヒーと普通の水道水で入れたコーヒーでは味の違いってどうなのかなってシンプルに疑問に思ったので飲み比べたいなと思います。でコーヒーの抽出方法って大きく分けたら主に2つに分かれるんですけど、透過法と浸積法っていうのがあって、透過法はこういうハンドドリップとかなんですけど、コーヒーの粉をになんかフィルターみたいな感じにして、でお湯を通してろ過する方法を透過方法で呼んでます。でもう一つの方は浸積方法なんですけど、まあこれフレンチプレスとか、あとはクレバードリップとか、うちのお店でも売ってるんですけど、ハリオのスイッチとかはこっちのタイプになります。浸積方法で、浸積方法はコーヒーの粉を入れて、でお湯を入れて、でつけておくだけなんですね。なので誰が作っても味のブレが出にくいっていうところがメリットです。でこっちは逆に言えばハンドドリップとかもなんですけど、テクニックで結構味が変わってしまうんですね。なんでこれに比べるとちょっと上級者向けっていうのがこっちの透過法になると思います。で今回は味のブレを出したくないというか、テクニックとかによっての味の違いとかをなく検証したいので、あえてこのフレンチプレスを使って味の違いを比べてみたいなと思ってます。じゃあ今回はこの竹炭で作った方のお水をこのケトルで、水道水をこっちに入れてやってみたいと思います。で温度はカッピングと一緒で、もう完全に沸騰したお湯でやります。あ、違う。違いますよね。うん、竹炭の方がちょっとコクとか甘さとかが増してる気がします。今回ブルンジのハニープロセスを使ったからなんですけど、なんか普通に入れるよりもうちょっとなんかトロピカル感が出てる。なんかこっちこう比べた時に竹の方よりなんか水道水で入れた方が発酵感、トロピカルフルーツ感めっちゃ増してません、うん、なんかバランスで見たら多分竹炭の方がなんか好みにすごいよると思うけど、なんかいい感じのフルーツ感残しつつちょっと味が層になってるから、なんかそのフルーツの感じ来た後に後でなんかちょっと黒糖とかなんかちょっと深みある甘さとかに変わっていく感じで、ちょっと層ができる爽やか感っていうの、うんうん、それはやっぱはっきり分かる。軽いですよね。軽い感じがすごい、ね、うん、すごいなんかジュースっぽくもなってる、うん、なんか同じ全く同じ焙煎日で全く同じ豆で一緒にグラインドしたのにもかかわらず、うん、なんかコーヒー感ちょっと増すみたいな、うんうんうん、なんか華やかさも残ってるけどすごいなんかどっちも楽しめるみたいな、なんかちょっといいとこ取り感ありますね。ミネラル分硬度が高いコーヒーですごいなんか上になんか粉がクラストの部分めっちゃ残るんですよ。でその見た目がすごい硬度が高いなんていうかお水でやった時とめっちゃ見た目一緒やったから、それが一番びっくりした。やっぱ成分が違うから、そもそも水のからなんかそれでお湯の温度とかも一緒だけど、なんかそこで味の違い出るっていうのがなんか予想以上にめっちゃ味違ってちょっとびっくりしてる、うん、あとは好みとかによるのかな、うんうんうん、なんか俺はこっちの水道水の方はなんか朝飲みたいって、うんうん、あ、わかる、軽い、竹の方は夜寝る前になんか、うん、ああ、今日頑張ったみたいな、うんうん、とかね、ちょっと休憩とかね、午後とかの、わかるわかる、そんな感じがする、うんうん、今回は
この竹炭を使ったお水でフレンチプレスで入れ比べてみたらどのくらい味が違うのかなっていうのを実証実験してみたんですけど、ここまで味に違い出るんだって驚くぐらい本当に全然味違ったので、ぜひお家でやってみてほしいなって思います。竹炭って入れておくだけで竹炭ミネラルウォーターになるんですけど、このミネラルの成分による違いの方が大きいかなって思いました。でこれは本当に見た目でも本当顕著に出てて、コーヒーの粉がミネラル成分が多い方、要は硬水の方が分厚くなるんですね。で軟水の方が薄くなるんですけど、これは焙煎具合で変わったりはしないです。で味を比べた時に基本的にミネラル持ってるものの方、硬水の方が苦味とかえぐみとか出やすくなるんですね。なのでなんかその特徴がすごい出てるなって思いました。でうちのコーヒーはもともと朝入りのコーヒーでフルーツの味生かしてるので苦味が一切ないやつなんですね。なのでそこの部分が出てこないので、よりなんか深みがあるというか、ボディがあったりとか味の層ができたりみたいな感じで、あすごいなんかコーヒー、いい意味でコーヒーっぽい華やかなコーヒーになったなみたいな感じで、なんかすごいいい変化だったんですけど、もともとめちゃめちゃ深入りのコーヒーだったりとかでやると苦味とかが増してしまったりするので、もしかしたら向いてないのかなって思いました。わざわざ香水のペットボトルを買わなくても、家に竹炭あるだけでこんなに味の違い楽しめるんだったら、そこでなんかゴミとかが出ないとかいうのもすごいいいところなのかなって思うので、なんかコーヒーすごい好きやから家で実験したいねんっていう人は一回試してみてもらったらめっちゃ面白いんちゃうかなって思います。ぜひぜひやってみてください。ありがとうございます。